阪神競馬場第5競走はメイクデビュー阪神2歳の新馬戦です芝コース 2000m 混合戦7頭正面スタンド前午後を迎えまして阪神競馬場芝田とともに寮のコンディション変わりませんただ上空若干雲が広がってきましたおよそ上空の半数を少し超えるぐらい 雲に覆われる形となっていますゴーディアンノットそしてサトノシトラーセと促されます7番のリチャード・バローズこれから促されてゲートインです7頭のゲートインが終わってスタートしましたやや3番のシ南ーナン・ラプンタ後ろからになります先行争いです ゴーディアンノットシュバルトリリエそして外からは7番リチャードバローズ前3頭ですポジションを上げていく3番湘南ラプンタ4番手あとは1番のサウンドチアフルですあと,2番あとは4番のサトノシトラーセがいて1番後ろから運ぶ形5番のブーヤカ1コーナーをカーブしてこれから2コーナーへとかかるところです まず先手を奪い切ったのは7番リチャード・バローズ逃げてリードは4分の3バシンから体半分内から2番のゴーディアン・ノット首差まで接近並びかけて今度は先頭を変わるか向こう上面です3番手の位置6番のシュベルト・リリエが追走しておりますそしてその直後ですが内1番のサウンド・チアフルがいて外は4番のサートノ・シュトラーセそして 3番の湘南ラプンタ後方から2投目5番のブーヤカ最後方からレースを運んでいますさあ各馬これから3コーナーカーブしていきます2番のゴーディアンノットわずかに先頭リチャードバローズが2番手の位置ですそして3番手の位置6番のシュベルトリリエが追走3番手 そして3、4コーナー中間にかかっています、外から3番の湘南ラプンタ若干ポジションを上げ始めるか、内は4番のサートノシトラーセ、最内1番のサウンドチアフル、一番後ろになっている5番のブーヤか、さあ第4コーナーカーブ、まもなく直線に向かいます、先頭ですが、リチャード・バローズ、シュベルト・リリエが外から並びかけて、今度は先頭、変わりますか、これを外から3番の湘南ラプンタがトライエントばかりに上がっていきました。 馬場の4部どころでの攻防は6番のシュベルト・リリエ,シュベルトリリエ一気にかわした3番の湘南ラプンタさあ湘南ラプンタが先頭と変わった2番手6番のシュベルト・リリエ先頭は3番の湘南ラプンタゴーン2着争いどうでしょうか6番のシュベルト・リリエ粘るところ内から接近4番のサートノシトラーセです勝ちましたのは3番の湘南ラプンタスタートは一息ししかし徐々にポ